鉄道車両は通常、老朽化した車両の置き換えや列車の増発、新規路線の開業、他社路線への直通用としてなど、目的を持って登場する。そして、それらの車両数は投入路線の列車ダイヤや既存車両の廃車の進行予定を検討しながら決定される。例えば JR 東日本の E231 系千番台近郊型は、当時宇都宮線、高崎線を走っていた115系を置き換えるために、2000年6月より宇都宮線を中心とした線区に導入され、2004年1月からは東海道線の113系置き換えや、グリーン車の増結率を上げるためや訓練車を置き換えるために2007年3月まで製造され、最終的には160編成1255両を製造し東海道線、伊東線、高崎線、上越線、羊毛線、宇都宮線、湘南新宿ライン、上野東京ラインと幅広い線区での運用をこなしている。しかし、運用の共通化や開発コストを削減したり、会社の経営コストを削減するために車種を絞ったり、完成度が高かったり、幹線路線から都市路線まで何でも対応できてしまうことなど、何らかの都合から、長年にわたり製造される車両も存在する。今回は、このように長期間にわたって製造されている車両のうち、平成に登場した車両で5形式を選んだので、簡単に解説をしてみよう。2002年12月より、加速性能の向上と、抵抗制御車の3200型、3300型、3500型未更新車などの早期置き換えを目的に、コスト削減、大量増備型車両として設計された車両が、平成の3000型だ。なお、当初3500型は1996年より全車更新工事を行う予定であったが、鋼材の腐敗が平成の予想よりはるかに進んでいたため、初期車の更新工事が終わった段階で更新工事は打ち切りとなり、残った車両は全てこの3000型に置き換えられた。設計にあたっては、環境への配慮、省エネルギー化、保守の簡略化、バリアフリー化などをコンセプトに、お客様と環境に優しい車両を目指していて、1991年から製造されていた3700型の導入から12年が経過していたため、交通バリアフリー法への対応や新技術の導入の必要性もあり製造した。製造会社の一つである日本車両製造が開発した、日射式ブロック工法と呼ばれる工法によって作られたステンレス製車体と、京成電鉄で初めての IGBT 素子を使用した 3VF インバータ制度、3色 LED 式の車外旅客案内表示器の採用など、初採用のものも見られたが、途中からフルカラー LED 式の車外旅客案内表示器や液晶ディスプレイ式車内旅客案内表示器、ドアガラス指示方式の変更などの細かい変更はありつつも、基本設計はそれほど変えられずに2002年から2019年の約17年にもわたり、製造されていた京成の主力車両なので、かなり完成度は高かったかと思う。この3000型は京成グループ標準車体となり、同じ京成グループの新京成電鉄 N800 型や、北総鉄道7500型、芝ニュータウン鉄道9200型などが、同じ構造を採用して登場していて、グループ全体での3000型ファミリーの総数は、8両編成23編成、6両編成34編成の計57編成358両にも及ぶ。1999年当時、JR 東海では国鉄時代に製造されていた車両を、省エネルギータイプの実車型車両への置き換えを順次進めており、当時の特急型車両は定期列車のみ車両の置き換えを完了していた。一方、近郊型電車では、211系5000番台や、311系、213系5000番台を導入していたが、103系、113系、115系、117系、119系、123系、165系などの国鉄型車両がまだまだ半数以上いた。そのため、それらの車両を置き換えるために登場したのが313系だ。313系は、特急型車両の373系を基本として、近郊型に対応させる設計変更及び時代に即した改良を施している。まず1998年度末に77両、1999年度に104両が、東海道線や中央線、関西線、身延線、御殿場線などに導入され、103系、165系、113系0番台を置き換え、国鉄型車両の比率を 45% にまで引き下げることに成功した。また2006年度には204両もの大量増備をして、
総両数は391両と JR 東海の在来線列車として最大両数形式となるとともに、113系2000番台や115系、123系を置き換え、さらに2013年までには120両を増備して117系と119系を置き換え、残りの国鉄型電車は211系の8両を残すのみとなっている。また2015年には竹豊線の電化に伴う増備もされたことや、事故により使用ができなくなった車両の代替新造として2019年にも製造されたため、313系は約20年ほど製造が続き、計539両も製造されたことにより JR 東海の在来線車両の半数以上を占めるようになった。このように半数以上を占めるほど増備されたのは、2両から編成組成が可能な柔軟ぶりや、性能が都市の路線から地方のローカル線まで、どのような路線でも対応できるようなものになっていることなど、様々な環境の運用につくことができ、かつ完成度が高かったためだと思われる。JR 北海道は発足当時から、札幌と道内の各都市間の輸送の高速化を戦略として掲げていた。1998年に地方幹線区間用の特急車両として開発され、JR 北海道で最後まで急行列車としてしか運転されていなかった宗谷本線を、北海道や沿線自治体が出資する第3セクター、北海道高速鉄道開発を事業主体とする旭川から名寄間の高速化に伴い特急車両が導入された。この際、すでに高速化工事が終わっていた函館本線、札幌から旭川間と直通運転を行うことになったが、宗谷本線は非常に輸送密度が低いため、コストパフォーマンスに優れていて、厳しい気象条件にも対応できる性能を兼ね備える、この機波261系が開発、製造された。同時期に JR 北海道では機波201系にて、空気バネ式の強制車体傾斜装置を実用化していて、先代の機波281系や機波283系で採用された、通常の振り子方式の車両よりは直線通過性能では劣ってしまうが、車体や台車の構造に大きな変化は伴わないために、コストパフォーマンスの観点では優れていたため、宗谷本線での高速化に特化した機波261系では、空気バネ式の強制車体傾斜装置を導入している。1998年から2001年にかけて製造された機波261系であるが、その後他線区への導入などの展開はなかった。しかし、札幌から十勝間の特急十勝は、2往復が機波283系により高速化が行われたが、まだ残りの4往復分は最高速度が遅い機波183系が残っていた。その車両の置き換え車両として、コストパフォーマンスに優れている機波261系に白羽の矢が立ち、2006年から1000番台と区分され機波261系の製造が再開された。さらに2014年にはスピードアップを目的に開発されていた、機波285系の開発が断念されたために、キハ285系で置き換える予定であった車両も、信頼と実績のあるキハ261系で置き換えることになったため、現在でもキハ183系やキハ281系、キハ283系などを置き換えるために製造が続いている。安全性の問題などから現在では車体傾斜機構の停止など、いくつかの変更が行われているものの、現在、キハ261系は北海道の代表的な特急型車両となり、特急宗谷、サロベス、トカチ、ホットなどで活躍している。老朽化した1000型や700型を置き換える目的で、2002年より2100型の車体や主要機器をベースに設計され、車内空間の快適性向上や省エネルギー化、環境への配慮や保守の簡略化をコンセプトに開発された。2002年にアルミ製の食車が導入されてから運用を開始し、徐々に仕様変更を行い乗客へのサービス向上やコストダウンを図っている。また、導入から15年以上経過しているため初期のアルミ製の編成では機器更新工事や大規模修繕などのマイナーチェンジを行い、前面や側面の行き先表示器をマッチ式のものから LED 式のものに交換をしたり、車内の案内表示器を液晶ディスプレイ式のものに交換するなどした。このようなマイナーチェンジの中で特に大きな仕様変更は2007年3月製造分で行われ、車体の素材をアルミからステンレスに変えるなどしてコストダウンを徹底し、さらに、ステンレス製の車両は踏切事故対策や運転操作性の向上を目的に、高運転台構造にするなどの改良を加えていき、2005年までに700型を、2010年までに救援用の2両を除いた1000型の全開を達成させている。しかし、数の多かった1000型を置き換えるにはかなりの時間がかかってしまい、
その間に800型や2000型が老朽化してしまったため、新鮮型は老朽化してしまった。800型と2000型を置き換える第2の目的もできたため、さらに増備が続けられ、途中制御装置及び主電動機の変更、外装デザインのフルラッキング化及び全塗装化、4両編成の全面構造貫通化に伴う変更などを加えながらも、順次800型や2000型を置き換えていき、2018年に2000型の置き換えを完了、2019年には800型の置き換えも完了させた。何の理由があるのかは知らないが、いたずらに形式数を増やしたくなかったためか、この新鮮型が大量導入される結果に至った。新鮮型は2002年より17年間にわたり製造されてきたが、今後、京急で再古参となった1500型を置き換える際にも、マイナーチェンジなどをして再び新鮮型が増備されるかもしれない。常磐線ではそれまで403系と415系が運用されていて、それを置き換えるために E501 系を導入していたが、長距離運用にはオールロングシートで、かつトイレもない E501 系で対応をすることは厳しく、さらには2005年に開業の常磐線に並行して走る、つくばエクスプレスが最高速度時速130キロ運転を行い、つくばエクスプレスには時速160キロで走行できる区間もあるため、競合用の高速運転に対応をする車両を製造しなければならなかった。そのため、E501 系や E231 系の運転実績をもとに、人に優しい車両システムをコンセプトに設計、製造されたのが、E531 系である。この電車は走行線路である常磐線のうち、石岡市の観測所の電磁波に影響を与えないために富士白井北は交流電力を使用しているが、取手以南は直流電力を使用しているため、交流、直流両方対応の電車となっている。そのため、E531 系のパンタグラフに着目してみると、ごちゃごちゃしているのが見てわかると思う。また、つくばエクスプレスに対抗するために JR 東日本の普通列車用一般型電車としては初めて、最高速度時速130キロに対応している。2005年3月より常磐線に導入され、2007年のダイヤ改正で上の発着の403系や415系、E501 系を完全に置き換え、403系の415系普通混成車両、そしてごくわずかの415系ステンレス車1500番台を廃車させ、同時に基本編成の4号車と5号車にあるグリーン車の営業を始めた。また2010年には E501 系の登場から15年ほど経過したため、機更新工事を行わなければならなく、その間の予備編成を増備したり、2014年から2015年にかけては上の東京ライン開業に伴う運用数の増加、および常磐線や水戸線で残存していた415系1500番台置き換えのための車両も製造され、同時に水戸線での運用が順次開始され、現在は E501 系の老朽化問題もあって水戸線の運用車両は全て E531 系となっている。まだまだ増備は続いていて、常磐線直通の上の東京ラインのさらなる増便によって、2017年にはさらに増備されていて、東日本大震災で被災した区間の復旧の際に、原野町まで運用区間が拡大されるのに伴って、2019年から2020年にかけても増備されている。また2015年から2017年には、415系の置き換えと並行して、東北本線黒磯駅構内の完全直流化に伴い、東北本線の黒磯から新白川間の列車に着かせるための、合流、直流量対応の車両が必要なため3000番台に区分された巡回監視用の車両も製造されていて、合計はグリーン車付けの基本10両編成が26編成、付属5両編成が基本番台33編成、3000番台巡回監視用7編成の合計40編成、計66編成460両となっている。高直流常用電車を開発するコストを削減する目的や、運用列車の環境等の共通化、完成度が高かったがために2005年から2020年までの約15年間も製造されたと思う。また今後、老朽化が進んでいる E501 系を機械のために再製造する可能性があるほか、初期の編成は製造からある程度経過していることから、機更新工事を施工する計画もあるようです。機更新を施工している間の予備車を確保するための製造もあり得るかもしれない。以上のように、通常は5から6年、長くても10年程度で次世代型へモデルチェンジする場合が多い鉄道車両でも、様々な理由によって10年以上、場合によっては15年以上もの長期間にわたって製造されるケースも存在する。今回取り上げた車両以外にも、E233 系は2006年から製造が開始され、2015年まで大量製造された後、
2017年、2019年と細々と増備などの目的で製造され、2023年度には中央線快速電車にてグリーン車サービスを開始するため、それに伴ってサービス開始前に E233系のグリーン車が製造され、実に16年から17年程度にわたっての製造が予定されている。他にも平成の時代に登場し、長期間にわたり製造された車両はいろいろあると思い、沖縄、ゆいレールの1000型、小田急3000型などが当てはまると思う。それでは、ご視聴ありがとうございました。